吉田さん、メイウェザーですか。やっぱりね、この時期になるとメイウェザーではないんですけども、ジングルベール、ジングルベールっていうのを思い出しますね。結局、クリスマスだ、わーいとかね、正月だ、わーいとかね、ゴールデンウィークだ、わーいって言って、やっていちゃビジネスはうまくいかないよってことですよ。みんなが遊んでる時にビジネスを仕掛ける。みんなが仕事をしてる時に仕事をする。ずっと仕事をする。ね、受験生みたいな感じです。スタートが大事だぞーって言ってね。夏休みが勝負だぞーって。秋を乗り切れ。冬を制する者が全てを制する。最後の追い込みだ。結局一年中やってるじゃんみたいなね。いや、一年中やるんでしょ。ビジネスやってるわけですから。365日24時間。最後の1秒までビジネスにピシッと打ち込むからこそ、ビジネスが成り立つわけですよ。だからね、一息つくとかね、自分へのご褒美だとかね、ここら辺で休憩しようかとかね、そういうアマちゃんやってたら、全然置いてかれると思うんですよ、うん、だからね、身を粉にしてやるっていうのがまさにその通りで、これが当たり前じゃないといけないんですよ。それこそね、飯を食いながらも売り上げが立つみたいなね、お風呂に行ってても売り上げが立つみたいなことしとかないとね。お風呂からね、こうやって動画送ったりとかね、してましたからね。旅行中でも、私旅行中でも吉田さんとのやり取りを欠かすことはないですからね雪が降ってるところでも5秒とか撮ってたみたいなねそんなありますよ。当たり前だと思いますよ、これは。だからその当たり前のレベルに行かない人が初心者レベルってことで、いつまでも自称初心者やってるわけでしょ。でもちょっと考えてみてほしいんですけども、初心者ほどプロ以上にやんないと五分になれないわけじゃないですか。初心者が初心者レベルのことやってたらずっと初心者ですよ。で、逆にプロになってくると手を抜いても売り上げ上がるんですよ。そういうところだけを見てね、なんか寝てても売り上げみたいなキャッチコピーに騙されて商品買っちゃうわけでしょ。いや、寝ててのね、寝てて給料が入るのはそれなりのことを寝る前にずっとやったからなんですよ。で、吉田さんもね、寝てる間に売り上げ立ちましたとか言うからね、みんな期待するんですけども、違うって、起きてる時にそれこそ無遊病者みたいにやってるんですよ。だからぐっすり寝た時に結果が出るわけですよね、うん、だから自動配信とかもしてますしね、それなりのプラットフォームを設けてたりとか、集客媒体をたくさん YouTube に1万でも2万でもね、動画を散りばめてるからできるわけなんですよ。動画がなければすでにね、誰からも再生されないわけですからね。いってらっしゃいですね。いってらっしゃい。